はい、皆さん、こんにちは。マジでございます。ドラゴンクエスト5ですね。ということで、前回のパートはちょっと長くいっちゃいましたけど、いろいろありましたね。私、医師になって治りましたよ。ということで、子供も大きくなっちゃいまして、さあ、やっていきましょう。懐かしのグランバニアなんでしょうね。懐かしさ言ってみましょう。どっちから喋ろうかな。まあまあ、息子から。あっちのお父さん、お母さんを探しに行くんでしょう。それで世界を滅ぼす悪い奴をやっつけに行くんだよね。僕たちも連れてってよ。あ、もう平さんとも喋れんだね。だって三茶のおじさんから聞いたの。お父さんも私たちくらいの頃、パパさんおじいちゃんに釣りがあれ食べるんだよ。あ、パパさんおじいちゃんになっちゃったんだね。そうだね。だから私たちもお父さんについていくって決めちゃったんだ。でも何かあったらこの子にまたボロボロになるよ。私三茶のおじさんから聞いた。ああ、ひだちお父さんも私たちくらいの頃、パパさんおじいちゃん、同じことを逆に言い合うんだね、これね。よくできてね。さあ、じゃあちょっと、またおじろさん、王さんになったんだね。暫定の王になったんだよね、きっとね。あ、お父さん待って。さあ、あちよ。ほんと。わお。ちょっとね、これ見るとね、なんか言ってたよね。あ、孫と思ってるぞ、あちよ。あ、モーニングさんも、あら？あなた。あらら？あ、でもなんかいい装備してね。あら、なんか天空の杖持ったよって言ってなかった？あなた。あ、まあまあ。あれにしましょうか。あと装備させましょうかね。あ、いや、ちょっと待ってください。あなたも、あ、兵士がいない。あなた久しぶりにって喋りかけようとしたんだけど。ここにいた兵士が言えなくなってる。しまった。あとはもう王様はに、どこへにも行ってほしくありません。しかし、8年も待った。あとこれ8歳か。もう少し待とうではないかというのがおじいさんのお考えなのです。あっちよ、どうかお気をつけて。おう、目が覚めたようだな、あっちよ。まさかわしを忘れたのではあるまいな。わしじゃおじいまで、えらい見た目変わっちゃったね。まあ、8年もの間、医師になっていたのでは、ないかもしれんが。ところで、あっちよ。わしらはあっちを探すうち、この家にもマーサドランの風俗を発見したんじゃ。天才なパパソウは随分嫌われていたらしいが、それも昔の話。マーサドランの子供のあっちよになら近いになってこれるかもしれん。マーサドランの風俗は確かこの辺りだったぞ。どこ？まさか、方向音痴の私に場所を知るつもり？おー、そうなのね。え？ああ、もう終わりなのね、会話は。あっちゅうちゃんじゃなかった、あちゅう。おじろんじゃな、よ、おのために船まで用意してくれたのです。向かいの酒場にはモンスター爺様呼ばれてくれます。それから酒場にいるルイダさんに頼めば、後ろの者たち連れててやるでしょ。たまにはこの私も頼むこと、ポンプさせてください。どうなってんだ年老いたといえども、この山地まだまだ若い者には負けませんぞ。ルイダの酒場まで出てきちゃったっけ。そうだったの、全然覚えてないんだけど。でしょうね、あっちはおじいさまから話を分かっております。どうかお気をつけてと。あ、おじいさんのみっこどうなったの？もうだいぶ私と年離れたと思うんだけどね。ああ、一気に変わっちゃったね。ちょっと腕話行きますか？あ、モンスターじいさんいるわ。ここがまさか、ルイダー。あ、ルイダーだよ。ちょっと待って。今のセリフすごい懐かしい。ここがルイダーの店。旅人たちが仲間を求めて集まって、と別れの酒場よ。懐かしいセリフですね。何を望みかしら。仲間を超えれるの？あら、そんなにするの仲間がいるのに。誰かは外れたらこういう仲間に出れなくてよ。他にご用は。おー、じゃあね、仲間を外しましょう。誰を外すの？私。アチさんや、アチさんはまだやらなくてはいけないことがあるんじゃないかしら。他にご用は。仲間を外すまで。誰？あ、コドラン外しましょう。モンザさん、あ、そっか、じいさんのとこだ。はい。はい。いやいや、もうちょっと打ちますよ。あ、いやいや、そこにいたら、もう酒飲んでるのね、あんた昼から。中村モンスターの方で言うとね、いやいや、出てきましたよ。どのモンスターを預けましょう。まずね、コドランさん預けましょうね。あ、その後僕持ってたけど帰ってくんだよね。モンスター自身に預けられて、いい家。で、預けと、迎えに来てね。ちょっとね、スミスさん、あなたね、でも、ゾンビメール装備できるでしょ。あとね、
コロッケの証いつまでもらえるのかな。あ、そっか。ああ、いけるね。で、どうぞ、見てるね。で、スミスさん。あなたもちょっと育てないといけないね。あまり帽子変わってるもんね。預けましょう。いきなり、スミスさん預けるんですけど。あとは、あれ、ミッキーさん。あ、ちょっと待って。イエッタさんがいなくなってるね。ああ。あ、そうだ、マーリンさんだね。あ、マーリンさんちょっと出しましょう。いいえと。マーリンさんの装備もあったよね。あ、ちょっと注文だわ。はい、はい。あら？あ、そうか、サーラさんもこっちの場所に行ってるのか。あ、どうしよう、僕だね。で、ミッキーさん装備できんのかも、どうしよう、僕。あら、すごいね。持ってたのね、しかもね。マーリンさん。マーリンさん、縦装備できるのすごいよね、そばに。冷笑するとき両手使わないんだね。じゃあ、これで会話して。アズミさん。で、マーリンさん、アズミさんだね、そうだね。いいえ。もう別れに来たっていうのもあるよね。で、後ろの人作ってきて、誰がいるの？仲間を加える。おー、サンチョさん、強い。召使い。一応連れていくか。はい。で、これで、さあ、あとはね、なんだろう。あ、祈りの指輪はね、もうこれは、出だちさんに渡しましょう。どういうで、ちょっとこの、私の子供の、あれを見せていただきましょう、性能ね。おぉ、ひだちさんすごい上がる。おぉ、ふいみんさんもめっちゃ上がるんだけど、ここはひだちさんかな。あ、サンチさん、あなた何も持てないんだね。で、道具で、ちょっと、一気に整頓しんでることになっちゃうけどね。スティックパンツはダメでしょ。あ、預け、あ、あったあった。エッチな下着。あ、誰もダメだ。使えない。うちの嫁さんしか使えないのかな？レースのメッセージ。あ、いけるね。ということは、うちの子供の装備は大したことないんだね、これね。こんなもんかな。で、装備ね。ここは、モーニングスターと鋼の王か、日立さん、ストロスの杖、レースのディスンチェ、ウロコの盾、幸せの帽子だね。で、アーチェルさんは、あー、そっか、安らぎのローブは、これは、渡せても大したことないよね。あ、下がるもんね。ぶっちゃけ今の感じでいっちゃうと、ちょっと総合力弱いね。限りませんか、まだ。ここ、あ、おお、預かりそうです。行きましょう。まず私は、王家の印なんかいらないもんね。あ、王家の証か。で、エッチな下着はまだ持っておきましょう。あとね、引き出しがあるんじゃない？道具武器をかね。道具じゃないね。あ、水の部、嫁さんの結婚指輪だ。祈りの指輪。あ、ファイト一発があれだね、バイキルドって教えていただきましたよね。で、パパさんでもラインハットの鍵。あら？ちょっと待って。あ、そっかそっか。引き出す武器だね。武器で、早速、天空の剣が使えるんだよね。あら、まあ、びっくり。アチオさん。
僕ね、川の子さんさまようよ、さまようよら呪われるんだ。かわし鉄の竹というか、天空だと思ってるんだ。八王さんちょっとあんたいける？で、僕ね、三河市一応持ってみましょうか。はい、もうこれ八王さんに。いいですよ。八王さんちょっと倉庫代わりですからね。はい。はい、これでちょっと装備しましょう。八王さん。うわ、めっちゃ強いよ。三河市はダメね。鋼で。わぁ、もうあれができる。もう即戦力になっちゃう、この子。あんた勇者の、勇者だったんだね。雨で浮けど弱い。じゃあ、でしたら、モンスターは、もう、イエッタさん持ってたけど、イエッタさんがしかし、イエッタさんがレギュラー、スタメンを当てちゃうとは。恐ろしい。本当に。やったかな？やったね。やったね。サンジョさんね、サンジョさんネタだからね。多分ネタでしょうね。ヒットメイト結構あるけどね。さあ、じゃあね。あ、売り場が変わってる売り場の人は兵士になってるね。この辺は変わんない。品ぐらいは変わんないか。そうだね。で、じゃあ次私の目標っていうのは、あ、今度沖崎さん誰だ、あ、ドリスさんか。あちおがしろ、嘘にばかりするもんだから、パパったらちっとも言わならないのよ。でもそれも私は嘘く言われなくて済むけどね。ここは昔は大事な家でしたが、今はおじいさんの一家がお住まいですと。まだ寝てんの？頭が痛い指輪飲みすぎたらって、ああ、そっか、指輪私帰ってきたから、ぐんちゃんぐんちゃん騒いだんだね。これで一通り。さあ、モンスター、本当にね、馬車が小さい。馬車大きく拡張できないかな。そうだね。じゃあちょっと、船があると聞いてましたから、早速。行くのと同時に、皆さんの、能力を見せて、ああ、いきなり船乗れる。あ、こっちから出ていくんだね。で、北に行けと。どっちがいいんだろう。あ、違ったね。ちなみにこっちは、あの洞窟か、試練の洞窟か。こっちはダメな気がしんでも、いや。これが相変わらず私下手くそですね。本当にね。本当下手くそだわ。フォーでも思ったけど。こっちは何？はい。おー。まあ、なんつうか北の方に行きゃいいですよね。ちょっと待ってね。で、旅人を使いましょう。さあ、ビアンカ兄さんはね、助けに行かないと。ここからちょっと歩いて行ってみる？ああ、いきなりなんか怪しいのあるわ。おお、リザードマン？ちょっと待ってね。違う。もう死にかけてんだけど。呪文でね、私が、ベホーイミーを唱えてあげないといけないかな。あ、ベホーイミーね。あ、違うにね。あ、そっか、ルガナが効いてんだ、今。もっと、あっちのさん、下げた方がいいね。入れ替えしましょう。まだあっちのさん早いわ。誰に？サーラさんだね。ヒラチさんはちょっと出してみましょうか。サーラさん、マジックパワー減ったままなんですけど。あた、この8年ずっと2で行ってたんだね。8年間ね。いや、強い。なかなか強いね。で、こっちだよね。お、なんか浮いてるわ。あ、これかい？おー、なんかシャドウサタンだってさ。
めっちゃ強そうなルール来るけど、でも逃げ切り楽しいんだね。ちょっと子供を育てていかないといけないですね。早く一発食らってもう開くから、ちょっとやばいね。あ、ユダチがね、レベル6になりましたよ。時間2ポイント、身の守りが2ポイント、一文字が5ポイント、待ちコマが1ポイント。アーチューレベル6になりましたね。力が3ポイント、差で一文字が8ポイント、マジコマが3ポイント。てかちがね、入れましたよと。あ、村が見えたけど、これいけないよね。街が見えたね。あ、ゴーレムが出てきちゃった。あ、命の石が砕け散っちゃった。よかったんだろうけど。あ、オークキングさん欲しいな。どうなの持ってんね。私が死んだ後でも捕らえれる人は一人欲しいな。となると、やっぱりあれかな。サンチャさん、ちょっと、サンチャさん、帰ってもらおうか。ごめんなさい、ちょっと帰りますよ。帰って終わりましょう。ラインハットなんか行っちゃった。ごめんなさい。ラインハットもいいんだけど、ラインハットではなく、グランバニアだね。グランバニアが、あれだね。メインの、拠点になるよね。まあ、私も人だからね、それは仕方がないわね。さあ、え？もう動けたら、でしょものはみんな休んでいますよ。あちさんも今夜お休みだ。私の家なのに、私の城なのに。でも私の城なのに、私は宿屋に泊まらないと。寝られないんだよね、きっとね。不憫な王様だな、もう。はい。とにかく、しかもこれメンツがまた自動で入れ替わるんだ。私のことではきっと忘れるでね、サンチョさん首にしてね、首したら悪いわ、サンチョさんに。申し訳ない。サンチョさんはね、二軍に落として、どうなると唱える人一人欲しい。ウォークキングはね、ウォークキングさんをちょっとあげましょう。ピエールさんもあげたいんだけどね。サンチョさんはモンスターじゃないですよ。こっちだよね。はい。はい。外す。サンチさんね。はい。あ、そっか、バーサリーからね。あ、子供とか外せるんだね、これね。迎えに来ました。誰？オークスさん。はい。ちょっとお待ちよね。確かこの上だよね。あ、違った。なんてことはね、教会に行こうとしてるんですけどね、私ね。コドランさんももう、あれだね、こっちじゃなくて、こっちでもなくて、下に降りるんだよね。で、一番上に行けば、ありますので、いろいろ大きな進捗がありましたね。じゃあね。じゃあね。ここで終わってみましょう。ドラクエ5、ここで終わってみます。どうもありがとうございました。